はい、どうも、こんばんは。こんばんは。じゃあこれから毎週ね、こういう形で2人で配信していくってことで、はい、だそうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、はい、まあ、なんでこれをやろうかっていうことなんですが、はい、広場、ここから行く広場の YouTube チャンネルが、はい、今年になってできて、はい、はなりんさんとマダムさんの歴史のお話し会の、やっていただきました。販売とか、はい、まあ、あとはみやさんの命のお話だったりとか、はいはい、あとは月1講演会って言ってね、はい、私が自分ビジネスを始めるまでとこれからっていうテーマで、はい、広場に、まあ、ゆかりのあるというか、はい、ご縁のある方にお話をいただいていただきました。はい、おる形なので、まあ、その中で、その YouTube チャンネルの中で、まあ、この2人の中で、はい、2人で、話して、まあ、広場ってどういうところだよとか、うん、こういう講座があるよとか、うん、まあ、こういうところを目指してますよみたいなのが、はい、皆さんに知ってもらえればなということで、うん、はい、はいはい、やりたいと思います。やりたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ何から話しますか。何でしょう、まあ、とりあえず今日ね、今日12月20日なんですけど撮ったのがね、はい、ゼロカフェ、ゼロカフェでしたね。今日が、はい、2019年最後の日だったんですけど、はい、まあ、いつもね7月ぐらいからかな、うん、はい、始まったんですけど、うん、来ますね、お客さん、ね、いい感じですね。いい感じですね、はい、まだ半年ぐらいなんですけど、うん、予想以上に来てますね、うん、よかったなと思います。ゼロカフェっていう、うん、なんだろう、ゼロがつく日にね、そう、毎月ゼロがつく日に、はい、まあ、開放スペースとして、はい、ワンコインで、ワンコインで500円で、まあ、用意された飲み物が飲み放題って、うん、はい、やってるんですが、どうですか、初めて見て。そうですね、なんかね、やった当初は私の作業時間かと思いました。やった当初は、はいはい、やった当初はね、はい、ワンコインで、まあ、オープンスペースといえども、うん、自分が作業する時間ができるだろうっていう、はいはい、当初の目論見が全くできません、はい。そうね、思いのほかたくさんいらしていただき、うん、お客様とかね、あと出店の方も、まあ、2、3店舗ぐらい毎回いらしていただいて、うん、で出店の方もね、ワンコインなので出店しやすいんじゃないかなというふうにね、うん、思いますね。飲み放題ですね、うん、はい、なのでなんかね、私の想像をはるかに超えたいい企画だったんではないかと思います。そうですね、多分今年一番、うん、まあ、当たりというか、うん、一番なんていうんですかね、成長したいい企画だったんじゃないかなと、うん、はい、思います。思ってます、思います。そうで、そう、はい、10月ぐらいからね、毎月っていうか毎回出店してくれる人が増え、うん、出てきて、出たいですっていう連絡もいただくようになってね、うん、本当にありがたいです、ね、ありがたいです、はい、でなんかフラッと来ましたっていう風に、本当にフラッと来ちゃう人も出てきて、ね、うん、でその、うん、中で新しいつながりとかもできてるみたいなので、はい、でも機能してるんじゃないかなと思います。嬉しいです、はい、本当にもともとオープンスペースとしてオープンしていたので、うん、オープンスペースとしてオープン変ですけど、はい、はい、オープンスペースとしても皆さんに使っていただけたらなと思って始めた広場なんですが、うん、まあ、だんだんこう講座とかに参加する人だけみたいな感じの印象が皆さんの中にあって、うんうん、でだんだん、まあ、スタッフもね、ちょっとずつ、あの、皆さん出世され、うん、お仕事も始められ、うん、ということで、まあ、スタッフもいなくなったっていうこともあって、だんだんこう閉塞的な閉鎖スペースみたいな感じで使われるようになったんですが、うん、なんかそれがまたちょっと、まあ、日にち限定ですけどオープンスペースとして機能し始めて、とっても嬉しいなと思います、うん、よかったです。よかったです、ありがとうございます。じゃあそもそもなんで、うん、なんですかね、広場を、うん、やろうと思ったというか、どういう広場にしたかったですか、はい、最初始めた時は。最初は本当に自分が小さい子連れて引っ越してきて宇都宮に、
そしたらなんかその小さい子を連れていろんなところに勉強しに行くっていうところがあまりなかったのがあって、ないなら作ってしまえみたいな感じで作り始めたのが最初です。でまあ最初はねそういう感じなので託児もありで講座もありみたいな感じだったんですけど、まあ、託児スタッフの方が普通にね保育士さんなので普通にお仕事を始めてしまって、託児スタッフさんがなかなかやっぱり集まらなかったっていうのと、まあ、お願いする機会がちょっとねタイミングが合わなかったりとかして、だんだん託児なしの講座だけになってしまったっていうのがあり、だからもともとはその小さい子を連れてお母さんたちが気軽に来れるようなスペースにしたいなというのがあって、やっぱり出産、妊娠出産って女性にとってもう今までのこう生活、自分のリズムでずっと生活してきたところから大きく変換する時期で、いろんなことを勉強したいなと思う時期なので、そういうなんかいい時期に子供を連れて、まあ、小さい子がいるから行けませんとかそういうのが、ね、あまりないような環境を届けたいなっていうふうなことが最初の、本当に最初のきっかけで、もともとねやってましたけど、まあ、引っ越してきてからもそれをやりたいなと思ってやり始めたのが、今は5年目ですね。そうです、5年目になります。5年目、来年の4月で5年目です。はい、それじゃあ8と10みたいな。5年目なんですけど、そうですね、僕も関わって今年から関わったので、はい、その前のことがまだあんまりわからないところも聞いてる、はい、いたりするところあるけど、はいはい、どうなんですか1年目はどんな講座とかは。1年目は私の講座が多かったです。へー、助産師なので、はいはい、まあ、育児講座的なものとか、はい、ベビーマッサージとか、はい、あとおっぱいがよく出るようになるにはみたいな、とかあとは妊活講座とか、本当に私の助産師の知識をまあなんかお伝えする講座みたいなのが多くて、でもその中でもハナリンさんのね、あの磁場調整の話し会とか、そういうのはちょろっと入ったり、あとは断捨離の先生をお呼びしたりとか、断捨離したはずなんですけどね。断捨離したはずなんですけどね。またちょっといろいろ溜まってますけど。そうですね。はい。物が片付けられない。ね、片付けられない女子ですね。あとは、でもなんか比較的自分の身の回りの方にお願いする講座が多かったです。だんだんいろんなところにこう探しに行くようになって、いろんな先生に本当に。ね、この間も夏目先生に来ていただきましたが、はいはいはい、あんな素晴らしい方をお呼びできるようになるとは思わず、本も出してる、はい、本も出してらっしゃる、有名人というか、本当本当です。そんな感じです。はい、はい、じゃあ最初はあれなんだよね、助産院という助産院、助産院寄りの講座、ね、そう強かったです。女性向けのどちらかというと、はいはい、妊娠出産産後、はいはい、のその期間だけみたいな人が対象っていう感じのものがやっぱりね、助産師なのでそういうのが多かったです。なるほど。だんだんビジネスに行きましたね。どの辺からどの辺だろう変換してったんですか。ね、変換っていうか、まあ、今も助産院とはしてはやってるけど、そうですね、そうですね、多分講座はビジネス寄りだったりとか、あとは企業女子カルチャー、カルチャーというか、そうね、そうね、が多めだと思うんだけど、どの辺だろうか、なんかきっかけとかあったんです。そっからなんかビジネス寄りのことを多くやっていこうみたいなきっかけとかあったんです。そうだ、そう、きっかけはやっぱりうちで、なんだろう、情報発信講座とか花火のね、はいはい、受けた方が自分からやりたいとか、あとはなんだろう、うちに手伝いに来てくださってた方がどんどん自分でいろんなことをやり始めたっていうのを見て、なんか自分のところ、この広場でなんか学んだことをベースにして、いろんな人が自分の好きなことで起業するっていう姿を見たら、あ、こういうのを見ているのがすごい楽しいと思ったんです。なるほど。なんだろう、
ここで巣立っていくじゃない、はいはいはい、ここから巣立っていくじゃないけど、はいはい、分かりますよ、うん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 、はい、そしたらね、そっち寄りのものが多くなってきたのかもしれないですね。意識してないですけどね、はいはい、うんうん、なるほど、うん、それはやっぱりあれですか、はなりん姉さんの影響から、はなりん姉さんの影響でございますね。はなりん姉さんもそうですし、はい、あとやっぱり自分の周りで企業女子が多かったので。そうなんですか。そうですよ、マダムもそうですし、あ、はい、ね、リカさんもそうだし、うん、ね、はなりももちろんそうですし、うん、その断捨離の先生とかも、はいはい、もうどん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 飛躍されて、もうなんかあちこち全国飛び回る先生になったりとか、もともとテレビとかも出てらっしゃったんですけど、まあ、なんか女の人って可能性すごい秘めてるなって思いましたね。そうですね。今僕が考えてるのは、うん、僕もそんな感じで、うん、起業したいとか自分で何か仕事したいみたいな人増えてきてるじゃないですか、うんうん、その人たちにどんどん広場使ってもらって講座やったりだったりとか、うん、なんかワークショップやったりとか、うん、はい、そういう人が増えてほしいなって。ぜひぜひ、そういう人たちをただ貸すだけじゃなくて、うん、サポートできるようにね、うん、していきたいんです、うん、そうですね、まあ、チャレンジショップ的にゼロカフェを使っていただいてもいい、うん、そう、逆になんかその自分でやってる、自分で何かやり、うん、仕事、自分ビジネスっていうのが自分で仕事したいとか起業して何かやりたいっていう人たち、うん、なんかどんなサポートが欲しいかとかあったら、うん、ぜひコメントとかいただけるとね、コメントとかいただけると、ね、コメントとかいただけると、こうやるとしもちゃんはシュッと出すんですね。あ、そうなんですね。そうですね。そうとかいただけるとなんかそれに答えられるか分かりませんが、参考にさせてもらって ね、今後の参考にさせてもらって、はい、なんか新しい企画またやったりとか、ね、したいなと思ってます、はい、だそうです、はい。まあ、あとはこの動画毎週配信していく予定なので、はい、もうこういう話をしたいとか、ね、皆さんに何か質問があるとか、はい、マネージャーに何か質問があるとか、はい、あったら、はい、ぜひコメント欄で、コメント欄で、コメント欄で、こうすればコメント欄ですか、わかりませんが、コメント欄で、あとはそう、あとはなんか2人でじゃなくても、こんな広場でこんな企画をしてほしいとか、はい、こんな講座をしてほしいとかがあったら、ね、はい、ぜひ教えて、別にコメントじゃなくても会った時でもいいんですけど、そうですね、はい、はい、してほしいなと思います、はい、はい。はい、じゃあ5年目なんかこれからやってみたいこととかありますか、うん、逆にみやさんは。5年目ですね。5年目っていうか来年で5年経って6年目に行くわけですが、うん、節目じゃないですか。節目ですね。5年って、はいはい、なんかやりたいことをギュギュッと逆に広げないで、うん、ギュッと凝縮して、うん、内容を濃くしてお届けしたいっていうのがあります。例えば、まあ、私整体をするんですけど、はい、自分の整体だけじゃなくって、いろんな、ね、こう体に関するプロの方がここにいらしていただいているので、はい、例えば、まあ、この A さん、うん、A さんがいます。 A さんが健康になりたいってなった時に、うん、私のケアだけじゃなくって、例えば、あ、この方のこのケアがいいかもって思ったら、それをこう紹介したりとかして、この A さんの健康を広場に関わるみんなで支えるというか、まあ、それと同じように、例えばこの方がビジネスで起業したいってなったら、あ、じゃあこの人を紹介できるかなとか、それなんかこう今までは分散型だったような気がするので、そこをこうギュギュッと広場で凝縮してサポートできるような体制とかを作っていくとか、うん、ね、施術でも、うん、その和心式セラピーだけじゃなくて、うん、はいはい、例えば針とか、うん、ね、鍼灸の先生もいらっしゃってますし、木並さんとかね、はい、あとはいろいろ
まあ、心理学の先生とか、あ、心理学とかね、はい、やっぱり心も体はねつながっているので、はいはい、体だけじゃなくって、はいはい、心もだなと思ったらね、美穂先生とかね、そうそうそう紹介したりとか、あとはこの方が例えば健康になって美しくなりたいって言ってたら、はい、やっぱりルルさんとか、はいはい、ね、メイクのプロの方とかにお願いしたりとか、うん、だからトータルでなんだその人をサポートしていくみたいな体制をねできるといいなっていうのを ね、ちょっと野望で思ってます。なるほど、はい、まあ、でもできないことないんじゃないですか、その仕組みさえね、あとはそういう、うん、そっちのその A さんをサポートできる、うん、いろんな面いろんな角度からサポートできる人がいる、うんうん、けど、うんうん、いるけどっていうか、そのサポートする人たちの横のつながりも作りたいなと思って、うんうん、あ、そうですね、いいと思います。そしたらなんかコラボとかで何かまた新しい価値が生み出せるかもしれないし、その横のつながり同士で新たなお客さんとか生まれてくれたら嬉しいし、そうですね、だからそういうのもどんどんやっていきたいので、そうやるやると言ってそう年間登録されてる方たちにねもう少し何かできると思ってるので、そうですね、すごいね、いい内容のね講座がたくさんあるので、うん、ぜひたくさんの方にいらしていただいて知っていただきたいと思って。そうですね、増えましたよね講座ね、増えましたね、月のね月定期講座がね、そう定期でも高校ぐらいあるのかな、うんうん、月20ぐらい入ってるじゃん講座、20日ぐらい15日ぐらい、そうですか、そうですか、うちに15日から20日ぐらい入ってるんですか、うんうん、素晴らしいですね。私が一人でやってた時は閑散としておりましたからね。はい。申し訳ありませんし。まあでも数が大きいでいいってわけでもないですからね。まあね、そうですね。うん、なんかその逆にね、そのここでやってみたいっていう、うん、すごいチャレンジしていただけるのはすごい嬉しいしありがたいんですけど、そういう人たちにより手厚いサポートを僕はしていきたいと思っているので。はい、マネージャーが僕とかミヤさんとかがね、はい、あとはそういう人たち同士で助け合えるようなコミュニティにしたいなとは思ってるので、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、ですね、はい、そうですね、今年度のねゼロカフェはもう終わってしまったんですが、来年度は今年ね、来年の10日の金曜日ね、はい、金曜日なんですか、金曜日でしたね、はい、多分ね、はい、からまたゼロカフェがありますので、はい、もうフラッと来てください、フラッと遊びに、はい、心本当に心置きなくみんなでペラペラ喋って過ごすだけだったり、はい、まあ、ワークショップがね、興味があるワークショップがあれば参加していただいて、うん、ぜひね、いろんな作品を作っていただけたらなと思います、はい、逆に出たい人とかがいたら、あ、出店の方ね、出店したい人、出店の方もねお待ちしております。1日限定3店舗っていうふうには一応させてもらってるので、はい、ちょっと狭いので早い者勝ちで、早い者勝ちです、はい、はい、うん、ね、可愛いおばあさんになってもらって、そうですね、可愛いおばあさんになってる、お待ちしております、みんなの話を、みんなの話を聞いてあげて、聞いてあげてね、そう、でたまになんかいろいろやりながら、たまに背中を押してあげるぐらいのポッと一言が出せる、ね、ポッと一言、あまり出しゃばりすぎ、そうです、頭の中お花畑ですが、それでもよければ、はい、いらしてください、ね、はい、はい、じゃあそんな感じで、そうですね、はい、はい、じゃあ毎週配信していくので、はい、よかったら、はい、そうですね、来週のイベントの、はい、あ、来週、はい、はい、そうです、はい、来週23日、はい、12月23日、はい、に月とカヌーさんの、はい、小読みのお話し会、はからめカレンダーでおなじみの、はい、はい、があるので、はい、ぜひ来てください、はい、そうですね、すごい話ですね、小読み、小読みって言ったら、うん、ちょっとあれですけど、まあ、日本人、うん、世界中、うん、誰でも、うん、同じ小読みで過ごしてるので、はい、そこに何が隠されてるのか、
はい、まあ、暦についてもそうですが、しあとはからめカレンダーっていうのを販売してる、うんうん、お二方なんですけど、うん、ご夫婦で、うん、カレンダーカレンダー、うん、家から自分たち作ってる、うんうん、そうカレンダーだけじゃなくね、そうカレンダー も月の満ち欠けとか、うん、そこにあるかもあります。うちでやってる九星気学とかもう全部入ってますし、土曜がいつからかとか、潮の満ち引きとか、反対になっちゃうんだねこれね、そうだね、潮の満ち引きも入ってますし、そう土曜の日とか入ってますし、九星気学の中級かな、はい、これが中級のあれは数が入ってるんでね、はい、はい、はい、24四節気も入ってますし、座節も入ってますし、四十二候も入ってますし、一粒万倍日とかね、星がどういう風な、あ、2020年のカレンダーからはその日の星の位置とかも分かるようなカレンダーになっているそうなので、はい、楽しみです、はい、23日月の満ち欠け、まあ、あとはデザインも可愛いですよね、単純にね、可愛いです、はい、手作りでね、はい、一から作ってるそうなので、来てください、ぜひぜひ23日いらしてください、はい、お申し込みは、お申し込みは LINE アットから公式 LINE アカウントか Facebook から、はい、はい、お待ちしておりますので、 お願いします、はい、それと24日、クリスマスイブ、はい、わ、本気のボイトレです、本気のボイトレです、いつも燃えておりますいつもヒーって言ってボイトレ教室ヒーって言いながらやっております、西村先生、はい、西村音楽教室、ね、教室の西村先生にね、はい、あのオペラ歌手の先生なので、はい、本当に本気で歌が上手になりたい方とか、あとは健康のことを ね、あのほぼほぼ8割健康のことをやるので、うん、健康になりたい方とかもぜひおすすめの講座です。なんかボイトレなのにたまに悲鳴とかが聞こえてくるんですか。悲鳴はですね、そうですね、ほぼほぼ上田ですねはい、私が悲鳴を上げておりますが、はい、何やら大変なことになっておりますまた発声の仕方とかなんで、はい、なんか人前で喋るのが多い人とか、そうですね、上田がやっぱり人前で喋るのが、こう声が続かない、喉が痛くなる、あとはまあ声が小さいという悩みがあったんですが、はいはいはい、だいぶ改善されてきたように思います。おどうでしょうか、どうですか、喉は痛くなくなりました、本当に1時間2時間喋って、前はね、あの頑張れ頑張れの後は声がガラガラだったんですが、はいはいはい、今だいぶ良くなりました。へ、うん、そうなんだ、全然違いますね、やっぱり。そしてこう愛情のこもった健康のこうなんかこういうやつ、あーとか言いながらやるやつで健康になってもう参りました。そうなんですね。はい、はい、姿勢も良くなりましたね、多分。あ、そうなのね。うん、姿勢がやっぱり体が楽器ということなので、はいはい、姿勢が大事ということで、姿勢がね良くなります。はい、はい、よかったらぜひボイトレ来てください、来てください。歌いにクリスマスソングでも歌いに歌うのかな、クリスマスソング歌うそうです。はい、うん、わかりました、はい、わかりましたぜひ来てください、はい、24日までです。はい、ね、20あとは28かな、はい、年末、まあ、お休みに入った皆さん、お休みに入る初日なのかな、はい、質問メンタルトレーニング、ね、はい、僕がやってる質問メンタルトレーニングの体験会もやるので28日、はい、まあ、今年の振り返りだったりとか、うん、来年、うん、まあ、来年ももちろんですし、これから先どうやって生きていきたいかとか、うん、っていうのをまあみんなで振り返り、みんなでっていうか自分、質問を、僕が質問する質問を通して、うん、自分の考えを整理することで、うん、まあ、これ自分自身と向き合うことで、うん、自分の生き方だったりとかを整理して、うんうん、で、まあ、2020年を迎えてもらえたらなと思うので、はい、それはもう冬休みも入ってると思うので、うん、お子さんも、お子さんと一緒に小学生でも、うん、まあ、受けられるので、はいはい、ぜひ来てみてください。はい、で29からお休みをねいただきますが、はい、それは来週配信したいと思います、はいはい、
毎週日曜日、はい、の何時だっけ8時はい頃、毎週日曜日の8時頃にこの動画配信するので、はい、よかったら楽しみに見てくれると嬉しいです。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、はい、25分になっちゃいましたね、はい、15分から20分に、はい、すいません、長くなりました、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。